国際連合事務総長は、国際連合の6つの主要機関のうちの1つである、国際連合事務局の代表である。アンスグ、または、SG と略称される。事務局及び、事務総長の役割は、国際連合憲章第15章に規定されている。ただし、事務総長の能力、選考方法、在職期間には解釈の余地があり、慣習的に定められている。 事務総長の任務は国際連合内部の組織運営をめぐるものと加盟国における紛争などに際しての調停や国際連合が扱う諸問題についての発言などの両方が含まれる。くらいの位置づけとしては最も立場が高いとされ国際連合の最高職に位置する。その他房差から世界で最も困難な仕事と形容される。初代事務総長のトリグブリーは 1953年4月9日に、次期事務総長となるダグ・ハマー・ショルドをアイドルワイルド空港で迎えた際に、ハマー・ショルドに、事務総長の職を、世界で最も困難な仕事と紹介している。事務総長は、国際連合憲章の規定するところにより、安全保障理事会の推薦を受けて総会によって、任命される。韓国は安全保障理事会からのものでなければならない。 ため、常任理事国は、指名に対して拒否権を行使することができる。事務総長になれる者の資格について、国際連合憲章に規定はないが、それまでの選考の前例に基づいた、非公式な選考資格が設定されている。それによれば、事務総長の候補者は、常任理事国の国民であってはならない。1997年の総会決議51。 241では、事務総長の最良の候補者の選考において、選考される者の出身地域と性別の平等に考慮すべきであるとしているが、これまでに女性が事務総長になったことはない。出身地域については、全員の事務総長と同じ出身地域から選出された例は、第2代のダグハマーショルドと第7代のコフィー・アナンのみである。 これまでに任命された者はすべてキャリア外交官だった。安全保障理事会における、直事務総長の選考プロセスは、不透明で、しばしば、ローマ教皇のコンクラーベと比較される。1981年以降安全保障理事会では、直事務総長を選定するための非公式な調査や投票を行ってきた。安全保障理事会は、最終候補者の選定後、 総会に勧告して承認を求める。これまでに総会で否認された候補者は一度もいない。アンポリで意義が出たにもかかわらず総会の投票にかけられたのは1950年の一度だけである。第8代の半期分までは安全保障理事会の非公開会合のみで候補者が推挙されてきた経緯があり批判も少なからずあった。このため2016年末で 任期満了となって退任する班の後継を決定するにあたっては安全保障理事会が最終候補者を推挙することそのものは変わらないものの国際連合発足以来初めて事前に立候補者を候補し2016年4月に候補者全員が出席して行われる校長会を開催して手続きの透明性を高めたこの手続きで選ばれた最初の人物が 第9代で現任のアントニオグテーレスである。ただし安全保障理事会での最終的な候補者の決定は非公開で行われ、これまでの選出と同じプロセスを踏襲したため、総会議長は加盟国の期待に応えておらず、開放性と透明性という新たな基準にも対応していないと苦言を呈した。事務総長の任期の規定も国際連合憲章にはないが、 1971年以降のすべての事務総長は5年の任期で任命されている。1961年以降のすべての事務総長が2期目の選考を受けており、1996年の選考でアメリカに拒否権を行使されたブトロスブトロスがあり、以外は2期目の再選を受けている。2期までという任期制限が非公式に設けられているが、 これは1981年の選出で中国がクルトバルトハイムの3期目の選出に過去最多の16回の拒否権を投じたことを受けて制定されたものである。1981年以降3期目の就任を目指そうとした事務総長はいない。なお、第3代のウタントの在任期間は歴代事務総長の中で唯一10年を超えているが、 これは2期目の途中で任期を歴年に合わせて1月1日から12月31日までとすることになったためである。事務総長の役割は提唱者、外交官、公務員、最高経営責任者のそれぞれの機能と責任を組み合わせたものと説明されている。国際連合憲章では事務総長を国際連合の最高行政責任者に指定し事務総長に 他の国際連合機関から委託された機能を実行することを認めている。国際連合憲章は事務総長に対し国際平和と安全の維持を脅かす可能性があるとの見解を示すあらゆる事項を安全保障理事会に報告する権限を与えている。これらの規定は事務総長が自らの選択、技能、状況に応じて様々な役割を果たすことができる。 要、事務総長に対して幅広い自由度を与えていると解釈されている。事務総長の日常的な職務には以下のものなどがある。また、事務総長は国際連合の活動に関する年次報告書を発行する。年次報告書には国際連合の活動の評価と今後の優先事項の概要が含まれている。事務総長は 国際連合システム事務局長調整委員会の議長を務める。これはすべての国際連合基金、プログラム、専門機関の代表で構成される年2回の会合で国際連合機関が直面している実質的、管理的な問題について議論する。事務総長の権限の多くは国際連合憲章などの成分法にない非公式のものであり、 事務総長個人の解釈に委ねられている。歴代の事務総長の中には、活動的な役割を選択した者もいれば、技術的、管理的な役割を選択した者もいる。事務総長はしばしば、加盟国間の紛争や、問題の調停を行う。事務総長が行う調停は、国際紛争の発生、エスカレート、拡大を防ぐために独立性、公平性、 誠実性を生かして、講師にわたって行われる措置である。その結果として、事務総長は、世界で最も目に見える素晴らしい講談や、世界の司会者などと、表現されてきた。例としては、中東戦争の急戦を推進したダグハマー・ショルド、イラン・イラク戦争の停戦交渉を行った、ハビエル・ペレスイコールデイコールクエイアル、キューバ危機の緩和におけるウタントの役割などが挙げられる。 事務総長の皇帝はニューヨークのマンハッタンクサットンプレイス3番地にあるタウンハウスである。この建物は1921年に事前化のアン・モーガンのために建てられ、1972年に国際連合に寄贈された。ありがとうございます。